マレック・ジェドラシェウスキー、ポーランド語、マレック・ジェドラシェフスキー、1949年7月24日帯は、2016年12月8日からクラクフ大司教を務めているポーランドのローマカトリック教会後遺聖職者。2012年から2017年までウッチの大司教を務めた。また、2014年以来、ポーランド司教会議副会長を務めている。 彼は信仰の擁護者、特に結婚の擁護者として知られているが、カリスマ性があり、伝道者としても信者と交流している。また、エキュメニカルな努力と対話にオープンであることでも知られている。クラクフ大司教区への彼の選択はいくつかの地域で脅威であると考えられた。ポズナンで生まれ、1967年に高校の卒業証書を取得し、1973年まで、 司祭の勉強を続けた。1973年半ばに、アントニ・バラニアック司教から司祭への除解を受けた。その後、教皇調律、グレゴリアン大学で哲学を学び、博士号を取得。1974年には、ポズマンで進学の学士号を取得し、1973年から1975年まで、オダルノウの聖マルチの小教区で助任司祭を務めた。 1977年に哲学の学士号を取得した。1979年12月20日、彼は博士論文で教皇ヨハネ・パウロ2世を擁護し、金メダルを授与された。1980年から1996年まで、彼はポズナンで助教授として、1980年から1987年まで神学校校長を務めた。 1987年から1996年まで彼はカトリックガイド誌編集者を務め、1996年にはクラックフでジャンポール・サルトルとエマニュエル・レビナスについてハビリテーションの学位を取得した。1996年、イエドラシェフスキーはポズナンで准教授になり、ラテラの大学の客員教授にもなった。教皇ヨハネ・パウロ2世は、 1997年5月17日に彼をポズナンの補佐司教に任命し、1997年6月29日にユリウシュ・ペッツ大司教から司教除回を受けた。教皇ベネディクト16世は2012年7月11日に彼をウッチの大司教に任命し、9月8日に着座した。教皇フランシスコはスタニスワフ・ジビッシュの後任として彼を クラクフ大司教に任命し、2017年1月28日に着任した。2014年2月1日、司教たちと共にアドリミナ訪問に出席した。教皇フランシスコは2013年11月30日に教育省の一員に任命した。2013年、大聖堂の対話と呼ばれるイニシアチブを立ち上げ、非常に人気があった。 人々は大主教に信仰面について聞く電子メールを送り、月に一度大聖堂で開かれた集会で回答した。保守的な行為聖職者とみなされている。ポーランド政府が、対外受精への助成を開始したとき、対外受精は、すべての人々の尊厳に対する攻撃であり、不妊症のカップルは想像の力を超えるものではなく、養子縁組に訴えるべきだと主張した。 あらゆる状況で忠実に反対し、受胎から自然種までの人間の生命の法的保護を提唱している。トランスジェンダーへの権利の強い反対者であり、私たちの文明の自己破壊への一直線と呼んでいる。パビアニツへの思春期の教育では、自分の性別を受け入れることの重要性について話していた。近年流行になっていると彼が嘆いた。 人間不信の平等主義に反対するよう人々に呼びかけ、ジェンダーイデオロギーを私たちの文明の死に直接つながる非常に危険なイデオロギーと呼んだ。2019年8月1日の説教で LGBT イデオロギーを虹の薬病と呼び、それを共産主義の赤い薬病に例えた。二0 1三年、信者に遊び心のある形でさえハロウィーンに参加しないように、 促した。反キリスト教の祭りと呼んで、キリスト教のメッセージの反対の恐怖のイメージから子供たちを保護するように両親と教師の両方に促した。彼はこれに触れた死亡書館を出し、人々にハロウィーンを紹介することは、教会の教えへの違反であると言い,い、諸星人の日と死者の日を守るように促した。イェドラシェウスキーは、教皇ヨハネ・パウロ二世の親友であった。 二人は1975年に、イエドラシェウスキーがローマのポーランド大学に居住し、グレゴリアン大学で勉強していた時に友人となった。当時数奇教だったカロル・ボイティワは、ローマにいる時にポーランドの大学に住み、その学生と彼らの学習に強い関心を示した。ボイティワは哲学も好んだので、イエドラシェウスキーの学習は興味深いものであった。 1978年にボイティワが強行になったとき、二人はしばしば様々な話題について話し合い、個人的なやりとりを続けた。イエドラシェフスキーが司教になったときにやりとりは増加した。ありがとうございます。